はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。エンマ竜王レッドデーモンカラメティです。さあ本日なんですが、先日ですね、レッドデーモンカラメティさん禁止カードにマスターデュエルでも指定されまして、マスターデュエルにもね一時の平穏が訪れたと言われていますが、皆さん OCG ではあの禁止カードなのにマスターデュエルでは別に禁止カードじゃなくてなぜか許されているというモンスターが意外と数多く存在しているのをご存知でしょうか。ということでですね、今回はですね OCG では禁止されているのにもかかわらずなぜかマスターデュエルでは許されているモンスター5選、これやっていきたいなというふうに思ってます。 OCG とマスターデュエルではまあほぼあの同じカードプールを使用しているわけですが、まあ制限改定がですね微妙に違ってきてるんですよね。環境にも少なからずその影響はあります。非常に面白いですよねその辺が。今日はこの辺の違いについて見ていきたいと思います。やっていきましょう。ティアラメンツキトガロス、まずはねやっぱこいつですよね。言わずと知れた最強のティアラメンツモンスターということで、 OCG では2023年の1月の1日、去年の元旦ですねに一発禁止域を食らっているというモンスターでございます。 OCG では登場してからこれOCG に実装されてから253日での禁止カードしてということで、融合モンスターでは過去最速の禁止指定という、そういうカードになってます。でキトカロスの、ね、おかげでですね、マスターデュエルではキトカロスはまだ禁止になっていないんですが、キトカロスが生きているから禁止になっているカードっていうのがいっぱいありまして、例えば簡易融合とかね、インスタントフュージョンみたいな、ああいうカードは、まあ、今でも無事禁止カードに指定されていますし、ティアラメンツのおかげで、テラフォーミングも禁止指定されていると言っても過言ではありません。OCG ではですね、キトカロスが禁止なので、ティアラメンツルルカロスとかをね、キトカロスを使用して融合召喚することができないんですよ。ルルカロスのね、テキストに、キトカロスって書いてあるんですけど、キトカロスが禁止になってるんで、出すときは、沼地のマシン王とか、沼地の魔獣王みたいな、そういうね、カードがメインデッキに採用されていて、キトカロス不在の穴を埋めているという状況になってます。で、マスターデュエルではこのカード禁止になっていなくて、キトカロス生きてるのってマスターデュエルやってる方は驚かれるかなと思うんですが、マスターデュエルではですねキトカロスの代償として禁止指定されているのはね史上最強の N カードことティアラメンツメイルなんですよ。はい、キトカロスがメイルの首を捧げることによって生贄に運営に捧げることによって罪を免れていると言われているんですが、 OCG ではキトカロス本体をね禁止していることを比較してマスターデュエルではそのメイルを禁止することで融合回数を減らすっていう規制にしてるのはちょっと面白いですよね。個人的にはねこのね規制はいい塩梅なんじゃないかなと思ってます。なんでかっていうと、ティアラメンツのデッキっていうのはキトカロスを出すことから始まるからですね。キトカロス禁止になると結構やっぱ機能停止する寸前までいっちゃうので、まあ、それでもグッドスタッフ寄りで結構活躍してはいるんですけども、 OCG の方でもね、まあ、やっぱマスターデュエルの方がティアラメンツはキトカロス生きてる分強いんじゃないかなと個人的に思ってます。ただね、最近のね懸念材料がありましてですね、マスターデュエルでもねホルスギミックっていうのが実装されて、そのティアラメンズとめっちゃ相性がいいということからね、再びねティアラメンズがね環境に顔を出しつつあるんですよ。はい、そのなんかマスターデュエルはその現在消防士デッキとかスネークアイデッキとかいろいろね炎属性環境になっていることもあって、まあ、今後炎王とかも来るかもしれないですけども、そのティアラメンツの天敵であるビーステッドの採用っていうのがあんまりね見られなくなってきてるというか、まあ、楽園とかだとよく見るんですけど、そのメタ札として採用されることがあんまなくなってきてるんですよね、ビーステッドが。だからそうなってくるとティアラメンツギミックって結構ね妨害貫通できるし手数も結構あるから、墓地肥やしたらそれが手数だからね。なので結構強いんですねこれ、実は今現在マスターデュエルに置いたティアラメンツ結構強いということで、ティアラメンツギミックでね数々のねクソレッキをちょっと生み出してきたリュウ実況チャンネルさん、ティアラメンツキトカロスさんの禁止を非常に危ぶんでおります。今現在ねこんなにバカみたいな量のね墓地壊しできるギミックって他に知らないんだよね。あんまいないの。そこんなバカみたいな墓地壊しできるモンスターは他にね。だから次の DC あたりでティアラメンツが爆増してねキトカロス死亡するみたいな事態にならないことをねちょっと願いたいですね。スプライトエルフ、言わずと知れた宇宙最強のリンク2モンスター。墓地のレベルに蘇生か、まあ、またはその相手のバニモンスターがいればリンク2か、ランク2も蘇生することができるよということで、まあ、2を蘇生できるっていう、まあ、モンスターになってるんですけども、OCG ではですね結構早いですよこれ。2023年の2月の13日、まあ、去年の2月ぐらいですねに禁止カードに指定されていると。
OCG では、禁止カード指定された初のイカ属モンスターらしいです、はい、で禁止された理由は、まあ、あまりにも明白で汎用性が高すぎるという効果と、あと耐震耐性付与による先行制圧環境加速、まあ、特にスプライトリッキーにおけるその持ち帰る蘇生ムーブはやっぱ犯罪的だったし、持ち帰りももちろん禁止カードになってるんですけども、まあ、持ち帰りもまあ合わせて禁止カードにぶち込むというね、そういう、デッキギミックとなっています。スプライトはちなみに、ね、持ち帰りはねマスターテールでもスプライトを実装する前に事前規制がされていましてね、そのスプライトエルフで持ち帰りをあの蘇生するっていう動きはマスターデュエルではやれなかったんですよ、あの時期的にね、はい、まあ、他にもね増殖する陣にその墓穴打たれて増殖する陣を蘇生して回避するみたいなテクニックとか、あのいろんなねテクニックが存在していて、とてもね、使い方としては無限強いモンスターになっていまして、マスターデュエルではどうかというと、まあ、このカード許されてるわけですね今現在。なんかね、マスターデュエルではよりねなんかその夢のコンボみたいなのができて、そのマスカレーナ生きてるんですけど、まだ未だにマスカレーナとリトルナイト生きてるじゃないですか、あの普通に OCG でもマスターデュエルでも。で最近あのリトルナイトっていうモンスターが実装されまして、マスターデュエルにもね、あと夢のそスプライトエルフでマスカレーナを蘇生して、マスカレーナからリトルナイトというね動きもできるようになってます。でしかもリトルナイトも墓地落ちても、エルフで蘇生できるというコンボも可能と夢のコンボが可能となっております。ちなみに OCG ではリトルナイト登場時はすでにエルフが禁止カードになっていたと思うので、だから実現不可能なコンボをマスターデュエルでは実現可能となってるわけですね。このカードはね、いわゆるねインフラ系モンスターと呼ばれるモンスターで、まあ、ハリファイバーと一緒ですね、ありとあらゆるデッキの展開になってくれる可能性があるということで、禁止化されるとね数多くのデッキに影響を及ぼしそうだなというふうに思ってるんですよね。今現在採用してる人も多いんじゃないかなと思うんですけども、このカードいつまで許されるんですかね。今のところまあとりあえず許されそうなだなっていう空気は感じてるんですけど、はい、そこまで悪さしてるかと言われると怪しいので。ただねやっぱりね、怪しいモンスターではあるんですよね。いつ禁止されてもおかしくないかなというふうに思ってます。プレタープランツベルテアラコンダ、デッキの融合魔法をね、コピーして使えるという、まあ、史上最強の融合強化モンスターになっておりますね。OCG ではですね、2022年の4月の1日、まあ、大体2年ぐらい前ですねに禁止になっていまして、 OCG ではねどういう使われ方をされていたかというと、アナコンダはですね、あの主に、レッドアイズフュージョンと、フュージョンデスティニー、これを出張採用する構築で使用されていて、アナコンダでドラグンオブレッドアイズを出すか、まあデスフェニーを出すかみたいな動きですね。これ当時ね、ありとあらゆるデッキで採用されていまして、もう見飽きたよという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、余ったリンク2分でねやっていい動きじゃなかったんで、まあ、シンプルに強すぎましたという話なんですけども、ちなみにねアナコンダさんのせいで、あのフュージョンデスティンの方が先に禁止化されるっていう事件も発生しています。 OCG ではフューデスはね2022年の1月1日にアナコンダに先駆けて、禁止化されまして、その時アナコンダさんまだ生きてて、で禁止にすんのアナコンダが先やろうって全デュリスは叫んだと、言われていますね。ちなみに僕も叫びました。ちなみにその3ヶ月後の制限改定でアナコンダが禁止になって、まあ、フューデス帰ってくるんですけど、その時もね全デュリスは言いましたね、最初からそうしとけやって叫んだと、言われています。マスターデュエルではですね、依然としてアナコンダは使用可能なんですけども、ぶっちゃけ環境のインフレが進みまくってまして、現在マスターデュエルではアナコンダを出張採用するデッキの方が珍しくなっています。どっちかっていうとね、まあ、出張採用するギミックの候補ってやっぱアナコンダから発動できる楽園融合か、まあ、フュージョンデスティニーか、まあ、主に2通りぐらいあるかなと思うんですけども、ぶっちゃけねメインデッキにね素引きしたくないカードをね複数枚採用しなきゃいけないんですよ、それやる場合で。エクストラデッキも消失でしょ。だからね今後もねあんまりねその出張化というのを流行んない気がしていて、っていうことはですよ、っていうことは今のところアナコンダはマスターデュエルでも許されるっていうことなのかもしれないなというふうに思ってるんですよね。まあ、ただしちょっとそのアナコンダの良くないところは、その今後デッキ融合とかがガンガン追加されてくる場合、こいつヤバくなるんですよ。もうどんどん強くなるんですよね。だから今後クソ強いデッキ融合が OCG で実装されれば、まあ、おのずとアナコンダも禁止候補に上がると思うんですよね。逆に言うとその彼の存在のせいで汎用性の高いデッキ融合パーツはあのすることができないと思うんですよなんでちょっとねこれは怪しい、そこは。ただ今のところはなんか許されそうな気はしてますね。さすらいのグリフォンライダー、
OCG ではですね、勇者ギミックの出張性能の高さっていうのが問題視されまして、2022年の10月の1日に禁止カードに指定されています。まあ約、1年半ぐらい前ですか。これに伴ってですね、聖殿の水使いは現在 OCG では3枚使用可能となっていまして、アラメシアも3枚使用可能となっているんですけども、ちなみにね、マスターデュエルでは水使いが純制限で、アラメシアが最近3枚使えるようになりました。でグリフォンライダーも生きているという環境ですね。マスターデュエルではこのカードほんと特に規制かかってなくて、まあ、現在でも使用可能なカードになっているんですけども、じゃあこれがですね、実際問題視をされているかと言いますと、マスターデュエルで別にそんなことないんですよ。理由は、勇者ギミックを採用できるデッキっていうのがそこまで環境上位に多くはないんですよね。まあもちろんいますよ、いますけど、まあ多くはない。勇者ギミックってやっぱ制約の都合上で、必然的にその召喚権を使用して展開するデッキっていうのとは相性があんま良くないんですよ、ね。他の出張ギミックと比較しても脳死でどのデッキにも採用できるっていう、まあそのクシャトリのリコーンとかと分け違って、どのデッキでも採用できる出張パーツかと言われてそうじゃないんですよ。だから召喚権を明確に使用したいモンスターが存在するデッキが強い環境、まあ、スネークアイとか、まあ、例えばああいうね、炎王とかレスキューエースとか、そういう環境の場合はあんまりグリフォンライダーの存在ってね、そんなに問題にならないんですよね。現在でもマスターディールでは勇者ギミックを採用しつつ結果残してるっていうデッキは結構少数で、まあ、幻影勇者ホルスくらいなのかな、なんか思いつく限りだと。まあ、どのデッキでも飛んでくるギミックじゃないから、デッキの多様性を損なうわけじゃないということで、このカードを許されているかなというふうに思ってます。今後ね、召喚権を使用せずにありえない展開ができるようなギミックが登場してくれば、デモンスミスみたいな、ああいうギミックがいっぱい登場するようであれば、このカード禁止化される危険性が出てくるかもしれないんですよね。ただ今のところは大丈夫そうな気がしてる。インクレがね、進んでる現代遊戯王ではね、正直そのデモンスミスみたいなギミック、まあ、バンバン登場してきてもおかしくないんで、まあ、いつ禁止化されてもおかしくないモンスターではあるんですけど、マスターデュエルでもまだ大丈夫そうですね。十二獅子ドランシア、このモンスターはかなり異色ですよ。 OCG では禁止カードに指定されてるんですけど、マスターデュエルではですね、なんとこのカード3枚使います。はい、エクストラのモンスターでやっぱこういうのかなり珍しくてですね、 OCG では禁止カードなのにマスターデュエルで3枚使えるっていうのはなかなかないですね。ちなみにOCG ではね、第10期のその十二獅子環境ですね、2017年の4月の1日に、一気にこのカード禁止カードに指定されています。強すぎたんでね、十二獅子か、十二獅子ギミック自体がね。でその後に、新マスターレールの適用、まあ、要はリンクモンスター出してからリンクモンスターのリンク先に出さないといけないですよみたいなルール、あれが、適用されてから十二獅子がかなりの弱体化を食らったということで、このカード制限カードに一旦 OCC の方で復帰するんですけど、復帰から3ヶ月後にマスタールールが変わりまして、エクストラからのエクシーズ展開は、まあ別にメインデッキだったらどこでも、メイン、モンスターゾーンだったらどこでもいいよっていう展開芝居がなくなって、リンク先じゃなくてもいいよっていう展開になってから、12cc がねまた活躍するわけですよ。アーゼウスとかもいるからさ、アーゼウスを乗っけるっていう神相性も相まって、2021年の7月の1日にまた禁止カードに指定されるという感じになってます。逮捕されたけど一旦ね、ドランシアさん、反省してなくてまた逮捕されるっていうなんか薬物中毒者みたいなムーブしてますね。このカードね、実際使ってみるとめちゃくちゃ強いんですよ。禁止カードに指定されていた理由もうなずけるんですけど、マスターデュエルでは皆さんドランシアどう評価してますか。ぶっちゃけね、まあ、もちろんね、十二獅子デッキ MD でもめっちゃ強いデッキではあるし、実際 DC でも結果残している構築とかあるんですけど、まあ、現代遊戯王のインフレを考えると、まあ、他にもっとヤバいカードたくさんあるし十二獅子とかエクシステーマでしか使えないドランシアよりも、まあ、どっからでも飛んでくるヤバいリンクモンスターとか、なんか死ぬほどいるんで、まあ、別に許されてもいいのかなという気はしてます、今のところは。はい、これなぜかね、 OCG では禁止カードなんですよ、未だに。そのうち OCG でも解禁されるんじゃないですかね、このカード。ぶっちゃけそのマスターデュエルの 12cc って異色で、 OCG の何億倍も強いんですよね。その 12cc の開局っていうカードが3枚使いたいとか、ベイゴマックスが3枚使いたいとか、ドランシアが3枚使いたいとか、 OCG とは比べのものにならないくらいのパワーなんですけど、それでも現在のマスターデュエルでは中堅以下くらいのデッキ扱いなんでね、現代遊戯王のパワーって恐ろしいですよね。というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、他にもね、
あのクシャトリラ・フェンリルさんとか、まあ、いろいろ話したいモンスターがちょっといるんですけども、まあ、動画がクソが長くなりそうなんで、まあ、今回このくらいにしておきたいなというふうに思います。ご好評であればまたやるかもしれませんか、はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。